ですか？何を怯えているのかね。今日もこそこそと一人抜け出そうなんて、デートだな。また今日も誰かとデートなんだろう。お前ばっかり不公平だ。今日は俺もついていく。嫌だね。今日は絶対ついていって、俺もお商売に預かるんだ。いつかなんか大嫌いだ。おのれ、いつか指導、我らがいつか足チームの包囲網を抜け出すとは。早く見つけないと。またあの野獣が新たな犠牲者を毒ガニ。探せ、一刻も早く見つけないと。残念、見失ったか。またトーカちゃんを泣かす気か、あの野郎。かわいそうなトーカちゃん。でもさ、考えてみればあたしらも律儀な商売。そうかもね。自分のことも顧みず、ただトーカちゃんの幸せを願って。人の恋路を応援するのにこの身を捧ぐ、はあ、なんて一途な乙女心。私たちってギュッな、ギュッ。指導が行くなら私も行くぞ。うむ、ん、指導が行きたい場所はないのか。公園。うむ、ん、行ってみようではないか。小鳥とはどうやって遊んだ。
指導君、苦戦しているようですね。失礼。こちらのモニターで桃花さんを観測していたものだ。なんとブランコでそのようなプレーを。指導君、それは素晴らしいご褒美プレーですね。できればブランコのチェーン部分も有効に活用した2人乗りを所望したいところですが。おや、そうでしたね。しかしそれなら悩む必要はないでしょう。待たせてしまった分ストレス値も増加しています。断れば、あるいは暴走も覚悟すべきでしょう。あまり時間はありませんよ。さて、私は司令にブランコ縛りプレイをしてもらうためプランを練らねばならなくなりましたので、これで失礼します。最後に一つ、指導君、不可能は可能になりますよ。指導、誰から頼んだ？そんなことはいい。話が終わったなら早く乗るのだ。指導は決めたら一直線なんだから。でも甘えてくれててもよかったのよ。ううん、なんでもないの。とりあえず洗い物手伝うね。手伝うのはありだよね。お任せあれ。私にも皿洗いというものを手伝わせてくれないか。今日は違うのだ。ここは女の城だから、あれだ、城をきれいにしっかり守るのが大事。
いはい、お任せあれ。世話をかけるな。どういたしまして。そうそう、どうかちゃん、その調子だよ。これで良いのか。手元がおぼつかなくてな。すまない。よくあることだから気にしないで。お皿をきれいにしようって思って力を入れてこすると滑っちゃうんだよね。リンネガか、信じられんな。だが分かったぞ、あまり力を入れずにやればいいのだな。よし。あ、大丈夫？怪我してない？私は無事だが、皿が…その…茶碗ならうまくやれるかもしれん。大丈夫かな。明日からは私来ないんだからね。シド、ちゃんとトウカちゃんやみんなをフォローできる？まあ心配だな。ああ、そういうわけじゃないの。でもシド、この前まで倒れてたんだし。ここまで言うなら任せるけど、無理そうなら言ってね。それじゃあ私はそろそろ帰るね。うん、送らなくていいから。また明日ね、シド。幸せな朝を迎えられるのを祈ってるから。おやすみなさい。今頃とっくに夜のワイドショーで時の人になってるわよ。親友の誰かさんがきっと引っ張りだこにされるでしょうね。これはシャレじゃなく、あいつはいつかやると思ってました。だから常々セクシャルビーストいつかと呼んでたくらいですから。でもまさか妹とそういうことになるとは、とか言われて。そうなりたくなかったらノックくらいしなさいよ。何を？は？ふん、指導に心配されるようじゃ私も末期ね。私の体は大丈夫よ。問題は違う方。今日フラクシナスで結界を破れないか試してみたの。ラダトスク本部と連絡が取れないままじゃ、どの道ジリ貧になっていくのは目に見えてるから。でも結論から言うと、それは不可能だった。ええ、悔しいけどね。ブラックシナスのベーシックリアライザと
コントロールリアライザの生成する膨大な魔力をもってしてもダメ。最大出力のミストルティも歯が立たなかったし、力技ではどうにもならないわね。それだけじゃないわよ。あなたと違ってこっちは単細胞生物じゃないんだから。別にいいわよ。指導が変に器用で複雑な人間だったら逆に疲れそうだし。ふぅ、とにかく今のところどん詰まりには違いないわね。何よ、ひょっとして励ましてるつもり？もう少し気の利いたこと言えないのかしら。似合わないことしようとするからよ。でもありがとう。気持ちはもらっておくわ。ん？待って。ちょっと角度を変えて試してみれば。指導みたいに正面突破ばかりじゃダメってことよ。封印にはある程度そういう面も必要だけどね。今回の場合はダメでしょ。考えてみれば、ここまで強力で範囲の広い結界を誰にも気づかれずに張るなんて不可能だわ。だからこそよ。おそらくだけど何か仕掛けがあるわね。例えば結界を安定させる足場みたいなものがあって、作ってたものをそれに乗せたとか。だけどそれも見つからない以上は机上の空論に過ぎないわね。そうね。ま、何か不審なものを見つけたりしたら教え。でも逆に言えばできるのはそれくらいよ。少なくとも今のところはね。むしろそっちは私たちに任せて、指導は精霊たちの状態を落ち着けることに専念してちょうだい。何よ、嫌に素直じゃない？なんでもないわよ。とにかく仮に足場があるとするならば、よほど強力な擬態をしているってことよ。あれもその一つね。だけどそんな表面的なものだったらフラッグシナスで調べた時に引っかかってるはず。だから異物ということも認識できなくなっているのかもしれない。この世界に完全に溶け込んでいて、というよりむしろそのものになっていて、そこにあることが当然になってると考えるべきかしらね。さあ、知らないわよ。指導の足りない頭も遊ばせてないで考えなさい。それにしても結界を張ったやつは何が目的でこんなことしてるのかしら。精霊をってこと？確かに可能性はあるわね。ええ、分かってるわよ。それじゃあ今日はもう休むわ。おやすみ、お兄ちゃん。シード、なさい。まだ寝てるつもり？誰がリンネよ。何いつまでも寝てるのよ。今日からあなたが朝食の用意をするんじゃなかったの？来ないも何も自分で断ったんでしょ。まったく、ま
だ本調子じゃないくせに無理しちゃって、別に輪廻相手にカッコつける必要もなかったでしょう。それくらい分かってるわよ。私だって幼馴染なんだから。それでいいのよ。って、ああ！もう、指導がどんくさいせいで始まっちゃうじゃない。朝の占いに決まってるでしょ。いいでしょ、別にちゃんとご飯も食べるし。言っとくけど、これは頭を回転させるために必要な糖分を摂取してるだけよ。以前と違って私は考えることが腐るほどあるんだから。あなたの理解力が足りないのよ。うるさい男は嫌われるわよ。お、天狗タワー映ってる。珍しいわね。ま、話題を奪われちゃったってところかしらね。もともと観光スポットとして訴求力が強かったわけでもないし。え？天狗タワーって言ったらモニュメントでしょ？一時期流行ったじゃない。モニュメントの前で約束を交わしたカップルは別れないとか幸せになるとかなんとか。おはようございます、シドさん。やっほー、シド君、おはよう。リンネちゃんいないんだって。ヨシノってばさ、シドウくんが大変なんじゃないかって朝から心配してたわけ。まだ病み上がりなのに大丈夫かなってさ。はい、頑張ります。よかったね、ヨシノ。きっとシドウくんはお料理するヨシノの可愛らしさにメロメロだよ。そうかな、そうでもないと思うけどね。はい。あら、ごめんな。よしの、どんまいどんまい。
ヨシノとヨシノの本気っていうのかな。ねえ、すごいっしょ、すごいっしょ。またまた、そうやって人を乗せるのがうまいんだから。ヨシノを調子に乗せてどうするつもり。ヨシノとヨシノンが出血大サービスをしちゃおうか。はい、おいほーい。そうか、いつもいたものがいないと、その、なんだ、寂しいものだな。間違えてしまったようだ。
シドウも知らぬのか？シドウがあの石を見たいというのなら、行こう。私もついて行ってやるぞ。おーい、シドウ、早くこっちだ。学校に遅れるのではないのか。どうもしないぞ。ほら、行くぞ、シド。